はい、どうもこんにちは。今回はですね、BMW の、ディーダーさんからね、こんな感じでね、はがきが届いてたんですよ、年末。で、こちらに書いてある通りね、1月、ここには、曜日書いてないんですけども、裏目にね、書いてあったんですけど、1月のね、6、7、8で、ニューイヤーフェアを行うということで、そちらに、来場された方には、BMW オリジナル万年筆をね、無料で、もらえるらしいんでね。一応ね、パーカーの、万年筆らしいんですけども、そちらね、無料でもらえるということで、6日にね、行ってきて、こちらもらってきました。はい。外観はね、こんな感じですね。アクリルのね、ケースに入ってる。で、カバーがついてるって感じです。ではね、早速開けてみましょう。はい。中身はね、こんな感じですね。本当にアクリルの、ケースに入ってます。ではね、早速開けてみましょう。開けてみるとね、紙が入ってるんですけども、こちらの紙にはですね、簡単な、取扱説明書ですね。取扱方法が書いてあります。インクカートリッジのね、差し込み方なんかね、簡単な、取扱説明が、書いてあります。はい。で、こちら本体ですね。外観をちょっと軽く見てみましょうか。艶消しブラックでね、パーカーの特徴あるクリップがここにありますけども。はい。で、こんな感じですね、簡単に。で、一番のね、特徴なんですけども、それがね、こちらですね。はい、ということでね、BMW のね、キャップのね、後ろの部分に、BMW の、レーザー刻印がしてあります。はい、こんな感じでね。ということで、こちらの、ペン、万年筆なんですけども、一応 BMW 仕様の、パーカーの万年筆なのかなって思います。はい。ではね、今回ですね、こちら、インクの方なんですけども、今はね、これパーカーの、インクカートリッジ使ってるんですけども、もともとはね、こちらの、もうちょっとね、短いやつが、こちらね、ヨーロッパ規格のものなんですけどもね、パーカーはヨーロッパ規格なんで、ヨーロッパ規格の、インクカートリッジ使用します。はい。こちらのね、ちょっと短いやつが1個だけ、同封されてました。はい。でもね、これ1個だけじゃ、ちょっとすぐね、使い切ってしまうので、パーカーの、ものを買いました。500円ですね。5本入りで500円なんで。これ1本100円ですね。ちょっと高いですね。パイロットとかと比べるとかなり。でも安心してね、使えるので、今回はこのパーカー純正のカートリッジを使っていきたいと思います。でですね、時間を置いてるので、結構ね、馴染んでると思うので、もう書ける状態になってます。で、ちなみにですね、2部の方をちょっと見ていきますと、表面はね、特に、刻印とかはしてなくて、裏側見るとね、F と書いてありますけども、一応 F2 部なんですかね。F2 部となっております。はい。というわけでね、早速、こちらの方でね、ちょっと軽く、文字をね、書いてみたいと思います。軽くね、ペン先のタッチがどのようなものなのかと、見ていきたいと思います。ピントはこのくらいかな。非常に本当に、初めて書いたとき、本当にね、書きやすいっていうのがね、第一印象でした。結構ね、以前紹介した、コーチの、付録ですね。無料でもらえる付録の万年筆。あれ結構ね、インクかすれとかね、書きづらかったりとか、引っかかりとかね、あったんですけど、こちらね、F2 部なんですけども、なんか M2 部のようなね、非常に滑らかな、なんか柔らかいんですね。ペン先は丸みを帯びているというか、結構引っかかりを全然感じなくてですね、紙の質感が非常に柔らかく手に伝わってくるという感じがしますね。はい。文字もね、全然問題なくね、書けますね。はい。はい、本当にね、もう書きやすいですね、こちら。
本当にかすれることもなくて、もうタッチがね、非常に柔らかで、まあ、かなり書きやすくてね、普通に普段からね使っていく分では、まあ、全然問題ないと思います。はい、というわけでね、まあ、今回ね非常に簡単なね説明になってしまったんですけども、まあ、BMW さんに、いただいた、BMW 仕様の、まあ、パーカーの、万年筆の、紹介でした。最後まで、ご視聴いただきありがとうございます。ではまた会いましょう。バイバイ。